はい、おつお、東京のど真ん中で肉まみれ、激安のバーグ、食べ放題があるってもんで、無限バーグ、よちゃんスタイル。あー、肉厚。バーグ3つ。よチャンネル。始まるんだよな。はい、おつお、今日来たのはね、夕暮れ時のね、渋谷でございますよと。ねえ、もう日が落ちそうで、まだ落ちない。もう落ちそうというね、時間帯のね、絶妙な時間帯の渋谷でございますけども、ねえ、渋谷もう四六時中年中無休で人がいんだから、もう目まぐるしい街でございますよ。ほんでね、渋谷ってね、私ね、実はね、意外と気になるた街でございまして、なんでかというとね、私ね、学生時代に高田の馬場のね、専門学校に通ってまして、その高田の馬場のね、乗り換え地点がこれ渋谷でございまして、急に風が強くて、ビルとビルの間に吹き抜ける風で、おでこむき出しチャンネルですいません。ほんでね、その意外とね、ゆかりのある渋谷でちょっとわんぱくなお店が登場しましたよと。でちなみにそのわんぱくなお店、今日からサービス開始なんですけども、ランチの食べ放題で激安、これ結構ある話じゃないですか。ただね、これ違うのよ。そのお店は5時から10時にかけて激安の食べ放題をぶち込んできてんだよ。変態さんかな。ちょっと店員さん、そしてオーナーさんかな、みんな変態さんでやらせてもらってるお店でございましてね。今日来たのはこちら、腹ペコステーキさんでございますね。真っ赤なね、看板が印象的でございまして、で外観も真っ赤で、これ1階と2階がね、多分腹ペコステーキさんなのかね。ほんで24時間営業ズドンと、珍しい形のステーキ屋でございます。いざ入店。ほんで店内入ってきまして、こちらがレギュラーメニューでございますかね。ちょっとアルコールの量がありすぎやしませんか、これ。バーじゃん、バーぐらいあるわ、量がずらりとありまして。ほんでこれレギュラーメニューでございますかね。結構いい感じの価格帯でございますよ、これね。多分左上、これが一番人気かな。トリプルコンボ、牛、鶏、豚、サンパチ、白米、玄米付き。ほんでズロズロズロって、ここありがたいですね、これね。結構グラムで細かく分かれてる。150、225の450g。なるほどね、結構細かく分かれた値段設定。ほんでランチも激安でやらせてもらってんじゃんね。見て、白米、玄米、おかわり無料の卵1個サービスで、ビーフステーキ1200円。結構ありがたい価格じゃない、これ。ほんで限定メニューなんかもあったりするのよ。冬限定1日20食だって。ちょっと待って、めちゃくちゃうまそうじゃないこれ。何、煮込みすぎてるでしょこれ絶対。とろうまビーフシチューだってさ。ただね、今日目指してきたのはこちらでございますよと、もう張り紙貼ってあるの。今日から平日17時5時から22時10時まで夜限定でございます。特製ハンバーグ食べ放題、生卵1個サービス、ライス、スープ、カレーまで食べ放題の60分一方勝負1500円、込み込みでございますね。で炙りチーズトッピング300円。これ今日はいいでしょう、もうバーグだけでいっちゃいましょうよ今日は。で焼き上がりに大体10分弱かかりますので、はい、前もってある程度焼けますけど。あ、なるほど、はい、これ途中で、はい、じゃあ2個目食い終わったあたりで、はい、言っていただけた方じゃあまた3個お願いしますみたいな感じで、はい、時間制限ありますので。はい、分かりました、はい、で1回に注文で3個まで。あ、3個まで、はい、OK です。分かりました。1つ 100g になってますので。あ、1個 100g、はい、分かりました。ほんで味変のね、バーグソースもね、いっぱいあるのよ。照り焼きにオニオンソースに、ほんでガーリックソースっつって、でこれ多分ね、激辛のシラッチャーソースかな。で卵1個無料ってのもね、これありがたいじゃない。もう後半ブーストさせましょうよ俺。さあ始まりましたよと。60分一本勝負でございますから。でラストオーダーが50分。どんなバーグが顔を見せてくれるのやらと。はい、ライス、はい、味噌汁、はい、カレー、はい、これセルフでいっちゃってっつって、手前ちょっとチラッと見ちゃいましょう。あー、これ味噌汁でございますね。あ、これすんません、ちょっと味噌汁じゃなかった。ちょっと待って、わかめスープなんだけども、ちょっと牛肉しのんじゃってんだけど。でこれなんで2つあるかさ、これね、右側がね、これちっちゃいですけど、これ白米でございまして、でこっちが玄米、
ちょっとさ、玄米があるあたりレディーには持ってこいのお店でございます。ほんですんません、カレーもさ、もうセッティングさせちゃいましょう。もう60分一本勝負ですから、もう時は金なり。ちょっと待ってくれよおい、カレーにももうゴロゴロ牛肉入っちゃってんじゃん。これがもうセッティングしてある状態で、あとはもう待つだけ。はい、失礼します。ペッパー熱くなってますので。いただきます。めちゃくちゃうまそう。いただきます。早速もう箸入れちゃいましょう、端の方からね。うわちょっと待って、肉汁がすごいんだから。うわちょっと待って、これ食べ放題、これが半端ねえよ。おい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 、まずこの中央の凝固剤にこれちょっと乗せちゃいましょうよって。いやうまそう。うわあー肉厚、うん、ちょっと見た目に騙されないでくださいよって。なんか1個あたりさ、そんな大きく見えないでしょ。1個あたりなんか小ぶりでさ、可愛い見た目してんなと思うじゃん。半分でね、半分に切って食ったんだけど、結構な肉厚、びっくりしちゃった。うん、もう舌はビタビタ、もう軽やけど状態。ちょっと待ってよ、変な話、もうこの3個でちょっともう勝ち確というか、もう元取れてんじゃないかぐらいの大満足感、肉感。うめえ。口内がもう軽やけど状態だから、ちょっと一旦カレー行きましょう。カレーに避難と味見もしたかったのよ。あうめえ、うめえ。ちょっと待って、一切休憩になんない。待って、あのね、肉屋のカレーって感じ、もうほんとコトコト肉じっくり煮込みましたよみたいな。すいませんね、食いながら興奮しちゃって。肉屋のビーフカレーだ。で、牛肉トロトロ、うん、なんか出たね今ね。これね、煮込みはちょっと照り焼きソースでいっちゃおうかな、ちょっとね。日本人が全員好きな、まあ、安心の甘辛い味付けっていうから、ちょっとこれちょっと卵合わせたいな、これ照り焼きソース。これちょっと卵だったか、ただ生卵ちょっとまだ早いんじゃないね。いやこのソース絶対卵合うわ。1個の状態で注文しましょうよ。すいません、はい、バーグ3つ、お願いします。赤割りでお願いします。ほんでお次はこちらオニオンソースでいきましょうよ。トゥルリとちょっと濃厚そうなね。ほんで結局肉汁を結局逃さずに割るためにはもう白米の上で割るしかない。これオニオンソースとどっぷりだ。よいしょ、いただきます。うん、ちょっとオニオンソースのフルーティー感、もう野菜ジュースじゃん。いろんななんか野菜の甘みと、ほんでフルーツの甘みと、これ合わせたらこのソースもう野菜ジュースです。野菜ジュース？ありがとうございます、ありがとうございます。さあまた来ましたよと、 100g×3 の 300g ね、第2陣来ました。ちょうどよかった、
このオニオンソースの3個目のバーグいってる時に第2陣来たからめっちゃちょうどいい。さあこちら3つ目のソース、ガーリックソーストゥルーリとシュッと、どのソースもちょっと濃厚そう、シュッと、これ出方合ってる、これちょっとうるさいな、ちょっと、ガーリックソースそんなにきつめのガーリックじゃない、ほんのりガーリックで、これもねちょっと、ね、甘めなソースでございますね。このハンバーグ自体はなんだろう、これ豚なのかな、ミンチなのかな、で玉ねぎもちょいとつなぎで入ってて、ただね野菜の感じよりももう肉がパンパンに詰まった感じのバーグ。ライスおかわり入ります。ご飯行ってきたんだけども、ちょっとここでねちょっと朗報入りました。このね鉄板ね、これ何度でも温め直してくれるってことで、時間内だったらすいません、じゃあ温め直し、いいですか、これはバーグ乗ってても大丈夫ですか、外した方がいい、そのままで、あ、大丈夫ですか、ありがとうございます。すんません、熱々で食いたいじゃない、で熱々の状況でかましたいもんあるじゃない、行きましょうよって、あ、うまい、ありがとうございます、ほら、あ、うまそう、ありがとうございます。ちょっと温めなしの鉄板で一旦ちょっとバーグをどかしまして、ちょっとやりたいことあります。チキショー、何からいけいかあんねん、チキショー、ライスドボンで、すいません、で熱々のこの鉄板の上にちょいと広げまして、でまたバーグを乗せまして、でこっちサイドに、でもちろんこのバーグをこれ戻して、これは人間の欲望の慣れの果てだ、これバックーリー行きましてね、これねバーグをちょっとこっちから持ち出して絡めつつ食っていきましょうよと、かーたまんねえ。あーうめっ、あっぱれでございます。サイ&コー、これが幸せってやつか、これ、これわかんないけど渋谷ってさ、もともと治安悪かったりするじゃん、若者の街なんて言われて、ちょっと治安悪めじゃん、これ渋谷じゃなかったらもう一発アウトの、これもう笛を違反だ、これね完全に渋谷だから成立してるかもしれない、文京区とかだったら一発アウトかもしれない。これちょっと腹ペコの大学生とかさ、若いお兄ちゃん集まっちゃったらもうとんでもないんじゃない、これやべ、おこげの部分うめえ、これ甘辛の照り焼きソースにしたけど、これ多分どのソースでもいけるな、これガーリックソースで合わせてもいいし、オニオンソースで合わせてもいいし、このソース自体が3種類どれもちょっと甘めな作りだから、どれで合わせてもみたいな、多分ねしょっぱね行きたかったら多分このポン酢なんだろうね、これね、これ、はい、ラストは5分待ってもらったので、あ、ラストは大丈夫です、はい、ありがとうございました。ちょっと食い意地張ってもしょうがないから、もうラスト5分、これで終わりにしましょう、もうね。しかし、あっぱれな食べ放題でございやす、頭が上がりやすせんと、バーグをね、こねてる大将にね、帰り際に、これ、利益ないっすよね、と聞くと、苦笑いしながらね、ですね、って言うんですよ。そりゃそうか。物価高騰のこの時代に奮闘する腹ペコステーキさんにスタンディングオベーション。この店のね、回しもんでも何でもないですけどもね、行かれる方はね、ぜひ、酒の一杯や二杯行ったってくだせ。いつね、このサービスが終わるか分かりやすいし。はい、ごちそうさん。うまかった。ごちそうさまでーす。うまかったです。ありがとうございました。